私たちもこの甲田の作品を見させていただきまして、すごくルビーやその彼女の家族の姿というものを障害者だったりとか甲田といったそのカテゴリーに当てはめて描きすぎるのではなく、その彼女たちのありのままの姿を生き生きと描いてらっしゃるところがとても素敵で、の彼女たち の人間としての多様な側面と関連付けながらこう表現されているところがとても素敵だと感じました。そうした表現に至るプロセスの中でウェールズさんが心がけてらっしゃったことや、あるいはそのキャストや監督の方とこうお話をされたエピソードなどがあれば教えていただけますでしょうか。まず今日皆さんにお会いできて光栄です。皆さんのお時間ありがとうございます。来ていただいて本当に感謝しております。この映画の本編のディレクターであり、また脚本家であるシアン・ヘダーさんですけれども、彼女がこの映画においてゴールと置いていたものは、この家族をどんなふうに表していくか、もうそれぞれとても興味深い人たちが集まった家族ですけれども、この家族をどんなふうに描いていくか。で、また、このルビーの葛藤ですよね。この家族の中にいるルビーの葛藤、家に留まるべきか。私はこの家族をこれからも支えていくのか、それとも行きたい大学に行くのか。その彼女の悩み。それが、一般に見ている方たちの経験にも通じるものがあるんじゃないかっていう。私自身も見ても、私はアーティストであり、また一人の人間であり、ろう者である。その中で私自身が感じたことは、もっとそうですね、一般の方たちと同じように普遍的、ノーマライズされる。普遍的に、あるいはまた違いですよね。そして経験。それにフォーカスすることによって、それぞれのキャラクターが全体的なキャラクターになっていく。そのろう者だけにフォーカスするのではなく、また障害があるということだけにフォーカスするのではなく、それはもちろん一人の人間の一部であるということですよね。単に一部でしかない。それがヘダーさんがゴールとしたところであったと思います。その家族の一人一人のキャラクターを理解することが全体につながる。で、また特にマリーさん、お母さんを役やったマリー・マトリンさん、それからお父さんのトロイさん、お兄さんのダニエルさんたち、とても素晴らしい俳優さんたちですけれども、彼ら自身がそれぞれ自分が役を持っているキャラクターをどんな風に演じていくかということを自分たちの経験を持ち寄った。そしてまたルビーを演じたエミリーさんも同じです。彼女自身がこの家族の中に入っていくときに脚本を読んで理解をしながらこの家族の一員になってきた。それがこの映画の成功につながったと思うんですね。見ている方たちの経験にも、自分たちが持っている経験にも通じることがあった。もちろん皆さんだってそのお父さんとお母さんが友達の前で恥ずかしいこと言ったりやったりすることってありますよね。そんなこと、もうそんなこと言わないでお父さんお母さんというようなことがある。そんなふうな、もう一般にあり得るような経験ですよね。で、またその人生の中の一つ一つの決断、学校に行きたくないわとか、あるいは大学に進むべきなのか、そんなふうな一つ一つの決断、それがどういう意味を持っているのか、これから先どんなふうに人生に関わっていくのか、そんな経験を家族がどうやってそれを一つ一つ解決していくか、それがこの映画をもっと全体を見るような映画にできたと思います。一つのことだけにフォーカスするのではなく、全体的に見るような映画に仕上がったと思っています。ありがとうございます。そうですね。本当にみんなが共感しやすいこととして、こう
いろんな葛藤であったり夢を追いかける姿っていうのを描かれているところにすごく私自身も心を動かされたのでお話を伺えてすごく幸せです。ありがとうございます。近年障害や多様性をメインテーマとせずとも多様なバックグラウンドを持ったキャラクターが自然な形で登場する映画が増えているように思います。で、多様性の大切さを伝える上で映画などの文化芸術にどのような希望を抱いていらっしゃいますか？そうですね、エキサイティングだったり必要性だったり大切なことシェアすること、その多様性をシェアするということがとても大切だと思うんですね。私が望んでいることはこのような物語を作るときに実際に障害を持っていたりあるいは聞こえない脚本家とかディレクターとかそういった人たちが関わっていくことがとても大切だと思っているんですね。その多様性というものを多様性を持ったストーリーが書けると思うんです。それは とてもそれも重要だと思っています。ただ単にテレビや劇場などで見る一つの物語として見るだけに終わるではなくて、その実際にその物語を作っているそのプロセスの中で、そのライティングルームの中でみんなが寄り集まってキャラクター作りをしたり物語を作っていく中で、実際にもっともっとそのローの人たち、ローのアーティストたち、あるいは障害を持った人たちが一部となってそのプロセスの中に早い時点で関わってくれたらいいと思います。終わった後ではなく早い時点でその物語作りの中に関わっていけるのが一番いいんじゃないかと思います。障害以外に多様性ってたくさんあると思うんですけれども、それ個人個人がそういった多様性を持ちつつ、またそれによって例えば何らかのこう困難を抱えていたりする人々が、生きやすかったりとか、ルビーのように夢を追いかけることができたりとか叶えることができたりとか、そういったような社会を実現するためにはどのようなことが大事だと思われますか？そうですね、私はそんな人たちを力づけて応援したいと思います。またそのゴール、自分たちのゴールを目指していくということは時に簡単かもしれません。でも時にたくさん障害があってなかなかそこにたどり着くことができないかもしれない。でもいつもいつもいつもとにかくフォーカスしてほしいのは自分の心の声を聞くということです。それが自分にやる気を起こさせてくれる、それをやるっていうことがもうアートですよね。それをやり続けることで自分が本当にやりたい道っていうのは見つかってくると思うんですね。時にそれはあっという間に追いつくかもしれない。でも何年も何年もかかってゴールにたどり着くこともあります。私自身もそうです。ここに来るまで本当に大変でした。本当にもうフラストレーションがあったこともあります。自分自身落ち込んだこともあります。でもその度に私自身自分で聞くんですね、これをやめることができるの、やめるべきなの、他のことをやった方がいいのって。でもいつも答えはノーだったんですね。とにかくやり続けること、keep going ということが大切だと思うんですね。determination、強い決意ですよね。強い決意を持つ。そしてまた自分自身を同じように、クリエイティブで、クリエイティブなアーティストだったり、何かにいつもチャレンジしていたり、アイデアをいつもいつもこう持っている人たち、そういう人たちの中に自分の身を置くんですね。そういうことによって自分自身に勇気が出てきて、やる気を起こしてくれる。できるんだ、できるんだっていうふうに、これをやりたい、やりたいっていう気持ちもさせてくれるんですね。それは本当に決して簡単なことじゃないでしょう。そんなことは言っていません。簡単だとは言いません。まあ甘い言葉で大丈夫、大丈夫なんてことも言いません。もうそれは多分挑戦でしょう。でも覚えておいていただきたいのは、自分がやりたいことをやるっていうことが、その生きる上でも、とても素晴らしい気持ちにさせてくれると思うんですね。ふさわしい人たちと一緒に、ふさわしいことをやり続けるっていうことが、自分の中に道を見つけてくれると思うんですね。
それからまた自分のゴール、やりたいことっていうのをみんなと話し合い続ける、みんなと分かち合い続ける、自分の夢やゴール、そういうものを話し続けることによって、いつしか誰かしかそれに気づいてくれて、その経験を通してどんなふうに自分をサポートしてくれるかっていうこと、そんな人たちが現れてくると思います。